こんにちは、速解塾の久保です。今回はですね、 YouTube の動画をなかなかねアップロードできないとお嘆きの方に、私はね見習ってほしい方がいるんですよ。それはですね、浩二さんですね。いや、浩二さんすごいですね。もう時間さえあれば動画アップしてるみたいな感じでございます。これ非常に大事なんですよ。そして YouTube が楽しいっていうふうに YouTube の動画の中で言ってくださってる、これもね素晴らしいことです。で、一人一人の視聴者さんとかチャンネル登録の方を非常に尊重してですね、丁寧な語りをしてくださっているところ、本当に私は素晴らしいなと思いましたね。だからね、誰でもできるんですよ、これは。本当に、まあ、浩二さんを指さして、浩二さんがやってるから誰でもできるでしょって言ったら浩二さんに失礼かもしれませんけども、でも私がこれね、今回の動画を撮ろうと思ったのは、これ動画まだ再生してないんですけども、そのなんていうんですかね、あれですよ、なんか工具機材をなんかレビューしてますよね。インパクトですかね、インパクトみたいなのをこう持ったままでね、西成工事これ知ってるボルなんとかってやつでやってますけども、もうすでにね身の回りのものをもう紹介する動画に入ってるわけですよ。これでいいわけなんですよ。こういう風にして例えば鉛筆の紹介でもいいわけですよ。私が今ね喉が痛いんで舐めてる飴でもいいんですよ。そうするとその飴は体に悪いよ、バターが入ってるよみたいなコメントが入るかもしれませんけども、そういうふうな反応で回っていくわけじゃないですか。だからね、ネタがないとかね、 YouTube が上げられないっていうのは要するに稼ぎに向かってないわけですから、とりあえず一歩二歩踏み出していかないといけない。そういう時にとにかくね、どうしても忙しい時は明日は動画が撮りませんみたいな、そんな動画すら上がってくる浩二さんに私はね非常に、まあ、お手本を感じますね。ぜひね、浩二さん動画を見てくださって励みにしていただければと思います。本当に浩二さんいつもね楽しんでらっしゃるのが一番です。無理やりあれをしろこれをしろっていうのは非常にね良くないことなんですよ。そんなことよりも、私がね動画撮れてないですね、どうしたんですかとか、今週10本20本いかないとみたいなことをやっても、そんなことではないんですよ。自発的にこれをやりたい、あれをやりたいの延長線上に得意で好きなことが、まあ、いわゆるね収入になってくるって道が開けますんで、まずは浩二さんがされてるみたいなことだと思うんですよ。で、西アクラさんの山根さんもね、今度オーディション行きますみたいな感じで動画撮ってくださってるじゃないですか。49歳の挑戦ですよ。素晴らしいですね。これをみんなで応援したいですね。速解塾の YouTube をされてる方はもうね、みんなでね、山根さん頑張れ、松潤さんもどうしたんだ、いや実は自分も出ようよみたいなね、なんか私も出たくなりましたね、この、ね、歌のオーディション。そして浩二さんもなんかね動画取り上げてくださってて、ありがとうございます。西アクラさんの山根さん、そしてこの西成浩二さん、川原浩二さんで、松潤さんとかね、いろんな人を巻き込んで一つの大きなムーブメント流れができる、これはね非常に楽しいことだと思いますよね。ぜひね、 YouTube しばらくされてなかった方も今回のことをネタにね、浩二さんみたいな感じで動画撮ってみたらどうですかね、山根さん頑張ってみたいな感じで動画撮ってみたらどうですかね。私はそれを進めます。全てがきっかけになりますんでね、よろしくお願いします。それでは